高橋さん、おはようございます。トップダンディ5、初代1000万プレイヤー茜。2020年、豪華絢爛な1000万タワー、彼は一夜にして歌舞伎町ドリームを手に入れた。しかし2年時を経た彼は今、売り上げが低迷、役職を失い、いわゆる掃除組に転落していた。お住まい近いんですか、もしかして。あ、そうですね、寮はもうこの辺なんで。本当にわがまま言っていいですか。はい、寮ちょっとだけ取らせてもらえない。寮の中ですか。ちょっと、はい、ちょっと一回確認していいですか。あ、すいません、急遽で申し訳ないです。1000万円プレイヤーだった人がものすごい落ちちゃってる、はい、いたので。先月11月の売り上げはいくらだったんですか。10万円くらいですね。どれぐらいまで落ち込んだ時あったんですか。もう1万円、2万円とか。そこまで落ちてしまった時が。はい。え、じゃあ今いわゆる掃除組という枠に入っちゃってますか。そうですね。はい、よろしく。いい、まあ、はい、あ、ちょっとな、でも映りたくないって感じですよね。やっぱ部屋がちょっと汚いかもしれないですけど、汚くて怒られそうなとこはカットで大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。トップダンディ初ですよね、1000万プレイヤーの茜さんが、はい、あの時はもう上り調子で華々しかったんです。そこから翌月とかすぐ落ちていった感じなんですか。翌月は、まあ、その1000万打った月もナンバーワン取れなくて、はい、まあ、悔しい思いをして、翌月こそと思ってちょっと頑張ったんですけど、はい、まあ、結果はナンバー2、まあ、ただぶりかけを飛ばえるという事件が、はい、結構な額ですか。そうですね、結構そこから結構狂っていってしまう。そうですね、結局今思えば、まあ、それがきっかけの一つだったのかもしれないですね。なんか寮っぽくないですね。そうですか。いいですか、お邪魔して。あ、はい、階段すごい急ですね。そうですね、結構急にまあ一応ここは、まあ、リビングというか、ソファーがあって、はい、これみんなで一緒に。そうですね、鍋を。茜さんがっつり落ち始めちゃったのっていつぐらいですか。今年の頭ぐらいとかですかね。業界の方でやっぱりそうなってしまうと退店とかお店のせいにして移籍とかってする方が結構多い印象があるんですけど、はい、なぜ落ちても1年頑張って続けられるんですか。また1000万だったり、まあ、ナンバー争いだったり、まあ、しっかりホストしたいなっていうのもありますし、うん、あとは純粋に5が好きですね。スタートがここの寮だったんですか。スタートは別の寮だったんですけど、はい、最初は住んでましたね。売り上げだった時に、まあ、1回寮出て一人暮らしして、はい、まあ、また今年ぐらいからここに住んでます。ああ、また修行という感じ。はい、売れっ子の方とかいたんですか、もともと。ここはもともとうちのナンバーワン前取締役ももともと一緒に住んでたり。デンさん寮からだったんですね。めっちゃ部屋綺麗でした。お客様と一緒に撮影挑んでくれたの。はい、1000万って大金じゃないですか。決心つくまでってすぐでした。はい、すぐでした。どうでした、実際やってみて。楽しかったです。僕もどんな感じでなるのかなって思ってたんですけど、すごいみんな楽しそうで、僕もめっちゃ楽しかったです。そのお客様は今はどうなってますか。最近は、まあ、たまにお店に来るぐらいですか。その女性はなぜたまに来るぐらいになってしまったんですか。僕自身、まあ、以前お売り上げあった時に比べてやっぱり女の子に対してしっかり対応できてなかったりだとか、僕自身の目標を見失うじゃないですけど、そこまで、まあ、僕に対して応援してもらえるようなことを僕ができてなかったのかなって思ってます。なぜその女性はもう応援してくれなくなってしまった原因だったと思いますか。一緒に撮影に来た時、その月、まあ、その次の月も1000万って言ってナンバー争いもしっかりできてたんですけど、やっぱりそこから、まあ、ちょっと売り上げ落ちてしまったりとか、売り上げがちょっと落ち下がったり、まあ、そこでそのままずっと売り上げがあれば、まあ、僕はナンバーワンになったり1000万売り続けたりとかで輝いててたのかなとは思うんですけど、やっぱりそこで目標を見失うじゃないんですけどっていう、まあ、ちょっと情熱が、まあ、なくなったわけではないんですけど、まあ、女の子からしたらその時のように、まあ、応援する気がなくなってしまったのかなとは
思いますね。あれ、あ、下からドライヤーの音しますけど、あと誰かいるんですかね、ここ。あ、誰かいる。あ、僕います。あ、レム。あ、レムさん、映るの厳しいですか、今。あ、そうですね、ちょっと裸なんで。あ、わかりました。なんか、今、皆さんお邪魔しちゃうんで。はい、ありがとうございます。もう、じゃあお店の方行きましょう。はい、すいません、汚い。いえいえ、とんでもないです。目標見失って一息ついた人には応援する気ってなくなりますよね。そうですね、やっぱり、まあ、一息ついたつもりはなかったんですけど、やっぱり自分じゃ分かんないというか、やっぱずっとお店でもナンバーワン結局僕一回も取ってなくて、常にそこを、まあ、今でも目指してはいるんですけど、目指してる気持ちがやっぱ足りないのかなって思いますね。今7時前ですけど、何時出勤ですか？僕、今7時出勤です。売れっ子だった時は何時出勤ですか？10時です。あ、じゃあもう3時間以上も早く。めっちゃ早いっすね、7時は。売れてる時は売れてる時で、もうアフターとか同伴とかいろいろあると、それはそれで忙しいんじゃないですか？その分給料日の額も全然違うんで。そうですよね。今、はい、掃除してもむしろ給料はその時の30分の1なんで、まあ、同じ時間の速さでも違うっすよ。今良くない時間の流れですよね。そう、ちょっと負のスパイラルに陥ってます。売れてる時の方が売れやすかったじゃないですか。初回ついても売れっ子がついてくれるとナンバー外の人がつくじゃ全然反応違くないですか？女の子の反応も間違いますし、はい、一番はまあ僕自身の気持ちが売れてる売れてないで、まあ、見た目は変わんないとは思うんですけど、はい、まあ、やっぱり自信というかちょっと変わってちゃいますね。今こう落ちてから1年間何をこう今取り組んで頑張ってるんですか？やっぱり初回の女の子だったり LINE だったり返そうとは思ってるんですけど、やっぱり売りかけどうせまた飛ばれるのかなとかって思うとちょっと億劫になるじゃないですけど、その裏切られた、まあ、その光景を思い出すと、また裏切られたらってことを考えちゃうとガツガツいけなくなってしまって、逆に連絡をすることで僕が損をするんじゃないかぐらいに今思ったりする時もありますね。ダメージがでかすぎたっていうのが原因ですかね。ダメージはでかかったですね。コリンズ37ビル、はい、エントランスが特殊じゃないですか。ああ、そうですね。気持ちが変わってきますか、ここ来ると。エントランスはエレベーターですね。ああ、エレベーター乗ってから、まあ、4階まで登る間に気が引き締まりました。このエレベーター広いんですよね。そうですね、うん、あ、どうぞ。あ、いやいや、もう撮影してるんでどうぞ行ってください。スイッチ行きますね。あ、すいません、ありがとうございます。売れっ子の時は10時出勤だから、はい、音楽が鳴って活気ある時に入っていくんですよね。そうですね、僕より先にお客さん来て帰ってる子もワンチャンいるぐらい。今はシーンとしたこの中を入っていくわけですね。そうですね、ちょっと心配になりますね。はい、行きましょう。はい、おはようございます。次回、ホスト業界の天と地を知る男、茜の覚悟に迫る。あ、僕はトイレ掃除を。トイレ掃除を、はい、します。お見逃しなく。トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5ではあの湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。